ようこそ。どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パパタラです。で今回なんですけれども、透明な車両でロスサントスを爆走する方法と空をね自由に歩き回る方法です。今回は2つの面白いバグを紹介していきます。ではまず1つ目なんですけれども、車両を透明にして爆走する方法なんですが、必要な準備なんですけども、オートショップ必要となります。でオートショップ購入の仕方とか、または準備の仕方わからない人は説明欄に初心者講座リンク貼っておきますので、そちらを参考にしてください。でオートショップを購入して準備ミッションが終わって、そうすると数時間後にはクライアントの車両というのが届きます。今回このクライアントの車両というのを使って透明な車両を作り上げ爆走していきたいと思います。オートショップはまあどこでもいいと思います。安いところ高いところの値段も差もあんまりないので、自分の他の施設とかね近いものを購入するといいかなと思います。でこのクライアントの車両っていうのは基本的にお金稼ぎに使うものなんですけれども、このように下にね、カラーを指定されたりとかしたら、その通りやると金額が高くなり売却ができるっていう感じになりますね。まあ、今ではこれを2倍で売る方法ですね。自分で配達もしてスタッフにも同時に届けさせるっていう方法もありますので、まあ、それも一応説明欄リンク貼っておきますので参考にしてください。今回は自分で必ずね配達をしていきます。で配達を普通にねやってください。で届ける前にちょっと一つ注意点なんですけれども、フレンドさんとかで招待限定セッションでジョブのロビーを立てている人、もしくは招待限定セッションで強盗をねやってるような人、要は満員でねもう入れないよっていう状態の招待限定セッションでやってるプレイヤーがいれば、その人に、まずね、PS メニューから参加してみてください。例えばフレンド欄から見ると、招待限定セッションのジョブロビーを立ててる人っていうのは、まあ、お願いしないと多分できないと思うんですけども、強盗をやってる人だったら、まあ、招待限定セッションでこの人確実にやってるなっていう人がいればね、そういった人にね参加でいいかなと思います。でまずその人のプロフィールからゲーム参加っていうのを一度読み込んでみてください。一度読み込むと次にアクセスした時に素早くね参加することができます。ではちょっと映像暗いので明るくしました。で一度読み込んでみて警告出たら×します。で次にアクセスした時にめちゃくちゃ速くなりますので、このままクライアントの車両を黄色い輪っかのところに届けます。で映像が切り替わったら素早く PS ボタンを素早くに押して、同じ人に参加警告を丸で注意が丸っていう感じで、要はね招待限定セッションのジョブなので入れませんよっていう感じでボンと戻されるんですね。で戻ってくると、なんとクライアントの車両が透明な状態になってます。ちょっとここからねゲーム音ね大きくなりますけれども、この迫力を味わってみてください。というわけでマリオカートじゃないんですけども、ハンドルがない状態で一人称にするとなんだかねジェットコースターでぶつかったらすぐに、ね、やられてしまいそうな感じのド迫力っていう感じで爆走することができます。まあ、ちょうど乗っていたね車の車種も、結構ねコケットブラックフィンって音がいいんですね。なのでまあ良かったんかもしれないんですけども、こういった感じでクライアントの車両をお金稼ぎプラスちょっとね、工夫すると面白い遊びができるよっていうことで、これなんと野良車両には当たり判定がない状態で、このようにスケスケの状態なんですね。なのでちょっとありえないねシーンを撮ることはできるんじゃないかなと。このように野良車両と合体してできるような感じになりますね。またこの状態、例えばバック走行するとこのキャラクターのね普段中身のね見れないですよね。車に乗っていてバック走行するときに後ろ振り返ってるのってあんまりよく見えないと思うんですけども、それがよく見えるようになると。またこういった感じで座ってるような雰囲気を出すこともできるんじゃないかなということで、結構ロックスターエディターねやってみるのも面白いかなと思います。ではねこのままオブジェクトに当たり判定がないものもあるので、例えばシャッターなど入れない場所に入れる可能性もあります。
例えばなんですけれども、これから、ロスサントスカスタムに行きますけれども、それ普通に入ることができたりします。なんか侵入みたいな感じですね。なのでそれ以外にも、例えばですね、オフィスのシャッターがね開いた状態になっているような風に入れるかもしれませんので、ぜひいろんなことね試した人いたらぜひコメントください。こんなとこ入れたよとか、こんなところこんなになっちゃいましたよっていうのもぜひお願いします。というわけで、ロスサントスカスタム、これね、ロスサントスカスタムは向こうで出るんですが、シャッタースケスケの状態で中入れちゃうんですね。で、中のね、まあ内装は見えないんですけれども、このまま、外にもちゃんと戻ることができます。ちょっとこのね、ロスサントスカスタムね、狭いんで分かりづらいと思うんですけども、自分の体の周りには透明な車の当たり判定があるっていう風な感じですね。で、このように普通に、バック走することができる。で、バック走行するとちょっと後ろを振り返ってね、こんな感じにやってるんですね。ちょっと変なポーズですよね。まあこのね、キャラクターの動きがなかなか見れないところだと思いますので、まあ新鮮かなと思います。で、これ三角で降りるとクライアントの車両を届けた判定になり終了になりますので、これは注意してください。一度ね三角を押しちゃうと、もうその透明な車っていうのはもうないような状態、探してもないような感じになってますので、こういった感じの遊び方となります。続いてなんですけれども、続いての面白簡単バグは、完全にね空中を歩き続ける方法なんですけども、これもなかなか面白いかなと思います。まあ、いろいろ応用もできたりするかなとは思います。まずは、ロスサントス空港付近で出現位置最後の位置にして、でスタイル変更などをして画面の右下に金色のくるくるセーブアイコンを出してください。まずは自分で作った招待限定セッションなどから開始で、ここからカヨペリコ強盗を一度でもねフィナーレクリアしていると、いつでもパーティー会場に行けるような風になってます。で、ここをね利用していきます。あとは普通に公開セッションとかフレンドセッションとかにいるようなフレンドさんが誰か GT オンラインをやっていれば、まあ可能となります。ではまず、このままカヨペリコのパーティー会場に移動してください。で、パーティー会場に移動してから、まあ、公開セッション、フレンドセッション、または同じクルーのセッションにいるようなフレンドさんとかですね、に参加をしていきます。まあ、ただそれだけなんですけれども、ちょっとね、タイミングがありますので、一度読み込んでおくといいと思います。まあ、その、ね、読み込みの、ね、方法とかもちょっと見せていきます。ではまずパーティー会場に着いたら、PS ボタンから、普通に公開セッションとかフレンドセッションにいるフレンドさんの ID を検索してください。一度そのプレイヤーのプロフィールから概要で、ただいまプレイ中 GT オンラインってなってますね、そこを参加というふうに押して、一度読み込んでおくと2回目のアクセスが素早くなりますので、一度読み込んで警告出たら×を押してください。これ照準同じ人じゃないと成功しなかったので、必ず同じ照準の人で、で次にこのねロスサントスに戻るの右十字キーを押した瞬間 PS ボタン素早く2回押して、同じ人に参加〇〇〇〇〇と押してください。おそらく警告とか出てボンってなった時に、ちょっと海の上にねキャラクターが見えたりします。で、到着すると若干ね足が浮いてたかなみたいな感じに見えるんですよね。これなんか足音がしない感じになってるのかな。で、このまま空港付近であれば、ここのね斜面ですね、普通に登るとこんな感じ、今後ろ振り返りました。で、また登って下に下がる、これ普通ですよね。なんですけれども、これを斜めにちょっと行ってみてください。斜めに走り込んでいくと、なんとこのままずっと空中を歩き続けると。これめちゃくちゃ歩くスピード遅いんで、ちょっとね倍速にしてますけれども、こういった感じでずっと走り続けることができます。なぜかこれ、まあジャンプがねできない状態なんですけど、これ武器が使えたりします。で、まあ、この状態でね何ができるかなっていうのは、まあまあその空中をね散歩するっていうぐらいだとは思うんですけれども、まあ、こういった感じでね、ちょっとロックスタエディターもまた新しいね感じで撮れるんじゃないかなということで、よかったらこの2つの面白バグ参考にやってみてください。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。Hold up.